はい、それでは続きやっていこうと思います。さて今回は料理長からね食料をもらったのでね、それを騎士団長たちに届けに行きましょう。そしたら、ね、多分南の橋が渡れるようになると思いますので、こちらをやっていこうと思います。でここだね。お待たせ、食料持ってきたぜ。あ、ムーン殿、何事かな。あ、ちょっと待って、ちょ、いい家にして。魔王軍が新手を繰り出してきた。今の危険で下がっていなさい。ちょっと待って、みんな大丈夫？ううあー、よしよしよし、じゃあ渡すよ。これは、そうですか、あいつが。ムーン殿、もし私がここで死んだならば弟に。そう、料理長と兄弟だもんね。なんか騎士団長がお兄ちゃんか。何事だ。魔王軍の攻撃が始まりました。もう支えきれません。弱音を吐くな。ガルディア王国騎士団の名誉にかけ魔王軍を撃退するのだ。しかしもう兵の数が。ここが最後の防衛戦なのだ。もう一頑張りしてくれ。わかりました。うん、受け立ちいいよ。かたじけない。魔王軍は橋の向こうのたもとにおります。これをお持ちください。キットムンドのお役に立つはず。ゴールドヘルム、ありがとう。じゃあちょっと装備していこうかな。おお、上がるね。はーい、大丈夫。うう、人間の力では魔王にはかなわないか。そんなことない、いける。はい、なんとか橋を渡、勇者様はなんとか橋を渡りました。しかし我が軍は大きな痛手を被ってしまいました。勇者って本当に勇者なのかな。なんか怪しいぞ。だってこんな兵士も助けることができないなんて。あー、あー、死んじゃったこいつら。もうかわいそうに。わしは魔王様第一の部下、魔王三大将軍のビネが偉大なる魔王様の敵に死を。わしの可愛い息子たちをこやつらに死を与えるのだ。それはどうかな。まだ火炎放射一匹しか効かないか。お、弱っ。ビネが、あ、効かないんだ。炎は効かない。いたたたた。で、サンダーで、スケルトンに攻撃して。バルッカ、これ大事だな。てか、あれか、アクセサリーを変えればいいのか。で、ビネガーは普通の攻撃じゃないと効かないかな、もしかして。おー。よし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 。あ、弱っ！わーい。あ、弱かった。なかなかやるな。よし、行くぜ。そのまままっすぐ。あー、大丈夫。あ、生きてないか。あー、ごめんよ。待ちなさいったら。少々お前たち甘く見すぎていたよ。しかし今度はそうはいかんぞ。あ、ちょ、ちょ、やめろよ。もうなんてことすんだよ。やっちまえ。ちょ、自分の手を汚さずに卑怯だぞ。よし、よしよしよし。で、ファイヤーして、オッケー。で、あとはあいつだ。ナイス。よし、チクショー。ちょっと一回回復しようか。マールがやばいな。ポーションで。かわいい。みんなどっちがタイプですか。マールルッカ、どっちもかわいいよね。マールちゃんかわいいわ。ルッカも好きだけど。あ、おったおったおった。今度こそお前たちもおしまいだぞ。本当だぞ。何をムーンを舐めると痛い目見るわよ。おー、大量に来た。なに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 、ちょ、わー、なにこいつ、なんか一気に強くなった。おー、よけ、ジャンクドラゴン。魔王様は敵を叩きのめせ。
ということでボスですか。ジャンクドラゴン。あ、頭と体で分かれてんのか。なるほど。よいしょ。とりあえず下半身から攻めますか。下半身から攻めてちょっとエロく聞く。ああやばい。あ、水が回復しちゃうのね。なるほど。分かった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 。よいしょ。お、なに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 。おお、まだ大丈夫でしょうね。ちょっと待って、これ上も同じなのかな。よいしょ。めっちゃ魔法使う。上は、あ、上は効くな。オッケーオッケーオッケー。よしよしよし。もうなんか魔法でやろう。魔法で。で、アイスは上だな。よいしょ。下半身を重点的に魔法で攻撃していこう。魔法がすごい強いな。シシシシー。あ、ちょい、え、え、ねえ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 。あ、やけー。お、よし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 。これね、上半身が死んだ。やばいやばい。本気を出し始めてきておる。ちょっと待って。あ、サンダーで回復しちゃうのね。オッケー、了解了解。ちょっと待って、連携でファイヤーと、ちょっと待ってね、ちょっと回転オーラ使おう。危ない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 。あ、やばい。あ、水しか効かないんだ。了解。オッケー。ちょっと待ってよ。ってなると普通に攻撃して、あ、ない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 。やめて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 。痛い、もなんでもあるばっかり。この二人は普通に攻撃して、で、マールは回復が済んだら、よいしょ、回復が済んだら魔法で攻撃だな。オッケー。わ、ちょ、なんかさっきからマールばっかり狙うんだけど、こいつ。あ、惚れたか、こいつ。ほうほう。違う。で、アイスで。よし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 。で、ルッカでしょ。ルッカはまだ大丈夫だね。あ、結構攻撃が強いですね。ちょっと待って、マールに攻撃回ってほしいから、ルッカに回復をお願いするか。よし。ねえ、 MP 奪い取り。やべえ、やめて。うわー、え、あ、よかった、勝った、やったー。危なー。これよかった。これ下半身から攻撃してよかったね。よかったよかった。あー、危なかった。ちょっと待って、回復しよう。あ、そっか、回復つってもやばい。 MP が吸い取られちゃった。終わったよ。ムードのおかげで橋を守りきることができました。しかし、魔王を倒さないことには根本的な解決にはなりません。せやな。ゼナーの橋を魔王軍から取り戻すことができました。よかったよかった。よし。じゃあちょっとね、回復をしてこようかな。宿屋で。少々お待ちください。はい、ということで、ゼナーの橋渡ることができましたので、この先やっていこうと思います。グッズマーケット、お、ちょっとお店寄るか。こんにちは、いらっしゃいまーし。アイテムはない。あ、あ、この辺だけか。なるほどね。じゃあいいかな。装備は特に売ってないみたい。民家、話聞いていこう。魔物たちがね、いっぱいいてね、危ないから外に出ちゃダメだって。ちょ、つまんないよ。王が保証されたという噂は本当か。この国は我ら一体どうなってしまうというのだ。ね、王様倒れてました。なんと鍵がかかっている。なんでも魔王は失われた太古の魔術を操るという話よな。そこやの魔物どもの術など比べ物になるの恐ろしいものだそうだ。
騎士サイラス様はどこへ帰ってしまったのでしょう。まさか王国を見捨て一人でどこかへ逃げてしまわれたとか、もしかして魔王がサイラスとか、どうなんだろう。その説あるんじゃない？どうでしょう。宿、あ、なんだ、その宿行けるんだ。魔王の軍が山にも攻め込んでくるという噂は本当かしら。でも伝説の勇者様が現れたからにはもう大丈夫ですよね。とっておきの話、はい。東にあるデナドローさんには巨大なハンマーを持ったオーガンどもがうろついています。でもハンマーさえ燃やしてしまえばへっちゃらですよ。ってことはルッカが必要ってこと。伝説の剣グランドリオンはデナドローさんの奥に眠ると言われている。あ、ってことは東にずっと行かないとダメか。旅の宿にはいろんな人たちが立ち寄る。もし人を探しておるのはここの主人に聞くがよろしかろう。ここで知っていなさるかいな。竜巻のエネルギーはかまいたちをぶつけてやば消えてしまう。竜巻はかまいたちをぶつける。自然っていうのはいろんなものの調和とバランスに成り立つのさ。ちょっとこれもう一回聞いとこう。これ大事かも、この話。竜巻のエネルギーはかまいたち。竜巻がどっかで発生すんのかな。てかバトルだよねきっとね。魔王は邪悪で強大な力を生み出そうとしてるらしいぞ。もしそうなったらどこへ逃げても同じ、みんな死んじまうんだよ。先に逃げる理由はまあよくわかるけどな。あったら勇者様を探してるとか。だったら南のパレポリの村に行ってみちゃどうだい。あ、でも勇者さんはパレポリから現れたって話だぜ。おお、じゃあ先東行く前に南の村に行ってみた方がいいかな。ホテル50ゴールドは高いな。ギルか、ごめん。どうしようもなんかドラクエの癖からねゴールドって言っちゃうの。合ってない。そう、私もまだなの。なんとかドリアンとかいう剣は遥か昔に滅んじまった人たちの手で作られたんだそうだよ。なんとかドリアン、なんかフルーツのドリアンがポンって浮かび上がるんですが、村長の家、前金、あ、トマ、任せときなって。俺も伝説の探検家と呼ばれる男を鍛え上げやないぜ村長。お前勇者は迫っておるぞ。一杯引っ掛けてくるかな。あ、トマさん、俺はちょっと忙しいな、また後でな。ちょっと飲み屋に行けばまた会えそうだね。なんか強そう。虹色の貝殻さえあれば魔法防御抜群のプリズム防具が作れるのじゃ。しかしあの若造本当に大丈夫なんじゃろうか。自分では偉大なる探検家などと息まいとったが。勇者とも現れたんだ。強い人なんだね。言い伝えでは魔王を倒せるのは太古へ伝わる剣グランドリオンだけ。なるほど、ちょ、私も持ってたりしないのかな。あ、ビネガーはさっき言ったよね。マヨネー、ソイソー。え、ちょっと待って調味料じゃん、ビネガー、マヨネー、ソイソー。まあ化け物でしたね、確かに。魔王の城は東の海の島にあるんだ。でも島の周りは断崖絶壁で誰にも近づけないんだよ。はいはい、なるほど。ちょっと待って、さっきのお兄さん、あ、いた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 。よ、元気だったか。一杯おごってくれやない。いいネタをやるぜ。はい、こいつはすまねえな。親父もう一杯行かんな。近頃南の森の奥には変な魔物が隠れ住んでるって話やな。なんでも薄気味悪い化け物ガエルらしいぜ。へ、カエル？カエル？で、なんだよこいつ、なんか名前ついてるモブなだけ？なんだよ。カエル？化け物ガエル？ちょっと気になるな。南の洞窟っていうのは、あ、でもなんかいろいろ村がありますねこの辺。ここも村か。で、ここ端っこに来て、ちょっとここ寄ってみる。これはなんだろう。フィオナの子や。夫のマルコは兵士として戦いに出たまま帰ってきません。私たち二人はこのままで育ったの。せめてこの森だけは守りたい。いつかマルコが帰ってくる日まで探してあげたいな。ミドルエーテル空っぽ？あ、ミドルエーテル。よしよしよし。で、ここの南の村が、勇者様が現れたってとこか。パレポリ村。ここはお宿屋で、村長の家。私ターテの嫁さんにしてもらうの。ん？そう、これが早く開
開きたいところですね。お母さん、ハイパー干し肉が合えばすごい料理が作れるんだけどね。ベッドのそばにあるのはこの家に代々伝わる開かずの宝箱です。中には何が入ってるのやら、もし開けられたらあなたにあげますよ。まだ開けられないんですよね。デナドロ山の東にある山は、マガンクズと呼ばれておる。あそこに行くと背筋がゾッとするんじゃ。タータが勇者の証であるバッジを持っていたんです。はじめは偽物かと思いましたが、あれはまさしく勇者の証。タータは本当に勇者様だったんです。北のデナドロさん、もうタータっていうのが勇者みたいね。なるほどね。あとここはタータの家。おお家じゃん。俺のせがれが勇者だってんだ。トンビが鷹を産んだってやつかね。だがどうひいき目に見てもそんなご大層のやつじゃねえんだが、まあ勇者の親父って悪くねえやね。へっへ。わしの孫が勇者らしいぞ。わしの血じゃな。いや超喜んでる。でも一人でね、こうなんかね、洞窟とかね、山に挑んでいくあたりどうなんだろうな。以前変な魔物が酒を飲んでいたことがありましたっけな。ディーニャ様がどうしたの、グランドリオがどうだのと一人ブツブツ言いながら。カエルか。あ、カエル男。おお、カエル。もうびっくりだよ。伝説の勇者様が実はこの村の少年だったとはな。あんた知ってたかい。教えてもらったかな。もう鼻伸びまくってたよ、ほんと。あ、またトマさん、どうぞおごります。サンドリーノの本庁の欲しがってる虹色の貝殻だが、どこかの小島にあるらしいってことまでは突き止めたんだが、その島がどこにあるかさっぱりわからないんだ。しかし村長から預かった前金はもうみんな使っちまったしな。お、こいつダメ男じゃん。こいつ結局あれ、私が取って、でトマに渡してって感じでしょ。で事なきをやるみたいな。あ、許さない、そういう展開。でもタータいたずら小僧なんだな。じゃあちょっと待ってね。あそこ、東に、東北、ちょっとこの辺いろいろ散策していきたいんですが、まずこの南の方からやっていきましょうか。ここかな。お化けガエルの森。ちょ、なんかめっちゃカエル出そうなんだけど。おお、なんかめっちゃカエルいっぱい。カエルシューター。ああ、ボトになっちゃった。食用ガエル。カエルってなんか鶏肉みたいな感じで美味しいらしいですね。食べると。食べたことある人おる？食べれるらしいよあいつ。え、魔法の方が効くかしら。あ、こいつ魔法だなきっと。おー、雨が。サンダー、でこれ魔法強すぎじゃない？これほら強い、めっちゃ強い。サンダーよいしょ。おお、え、なんか、え、味方攻撃してんだけど、こいつ。なんだこいつ。よいしょよいしょ。ほい。よし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 。あ、ちょっと先進もうか。帰るー。え、だ。ん？あ！あ？誰だ？なんかどうした、剣でも習いに来たか。久しぶりなのカエル。何、王が倒れられただと。そうか、俺にはどうすることもできん。悪いが一人にしてくれ。ちょ、俺は勇者などではない。俺にはどうすることもできん。ちょー、え、ちょ、再会したよさっき。あ、マジックスカーフ、あー、これもらってよかったんでしょうか。お前
そんなこと言っていいのかよ。結局、まあ、カエルに会えたのは良かったんだけど、結局どうにもできずって感じやな。じゃあ先に勇者関連のイベントを済ませた方がいいかしらね。よいしょ。でもなんかだいぶ時間がいい感じですね。せっかくカエルに会えたのに。北の山？どこに行こうかな。東。なんか北がどうたらこうたらって言ってたよね。あ、ここか。あ、デナドラさん。うん、じゃあちょっとここやっていくか。なんか敵が強そうなんだけど。よいしょよいしょよいしょ。うひゃー。あ、あいつ勇者か。あ、バトになっちゃった。あ、あ、弱っ。どうしたの。あ、ここはとんでもないとこだ。あ、アンちゃんたちも危ないで、とっととずらかんねえと。いや、なんかそこまで強くなかったよ。あららら。あ、何、今度はちょっと魔法か。魔法使おうか。うん、そっか、ちょっと待って、ファイヤーでハンマーを焼かないとダメって言ってたの。よしよし、ハンマーをファイヤーで焼いて、あ、よし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 。で、そしたら攻撃が通るかな。よし、オッケー。あれ、あのガキンチョどこ行ったんだろう。よいしょ、アテナの水。子供先行ったかな。エーテル。ここ行き止まりだね。じゃあちょっと先に行こうかな。こっちはやれるね。こっちはやれるけど、右の方はまずファイヤーをかけないといけないから、つえ！連携ファイヤーで焼いた後に、オッケーオッケー。ナイスー。竜巻にはかまいたちだよね。ちゃんと覚えておかないと。お、500ギル、うまし。このまま進んでいいかな。やばい、なんかね、もうね、今日一気にね、6パートぐらい取ってるのでね。おー、危ねえな。おまー、やばーやばー。バトエナちったよー。はい。よし。ナイス。あ、どうぞどうぞね。ちょっと疲れてきたので、ちょっともうここで今日は終わりにしとこうかな。レベル上げもしたいけど。よいしょ。こう先に行って、おー、ないないないこいつ。ミドルエーテルウェイ。なんかカマブン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 振り回してる危ないやつがおるんですけど。あ、ゴールドヘルムは誰か身につけられない。アイアンメット。あ、無理か。無理か。あ、ゴールドヘルム。おー、ロボがいける。よし。あー、バトルか。これどっかにね、セーブポイントがあったら、ちょっとそこで終わりにしたいんですけれども。よいしょ、ファイヤー。よし。
とになっちゃう。あ、そう。ファイヤーで、こいつをやって、で、オーラで、やばい、ムーちゃんが内芸死にそうだったな。よし。446。すげえ。これなんかさ、まだオーラだけだけどさ、ケアルラみたいな、ケアルラケアルガみたいな、回復魔法も、グレードみたいなのないのかしら。どうなんでしょう。よいしょ、お、ミドルポーション。あ、ここ綺麗だね。なんか虹がかかってるわ。ミドルエーテル。痛い痛い。なんかすごいピンピン投げられるんだけど、何こいつ。あ、あ、うおー、まだ出るか。はい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 。よいしょ、ほい。あ、間違った。あやべえ、攻撃する方間違っちゃった。ちょっと待って。よいしょ、回復して。痛い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 。ちょっと待ってね。ちょっとセーブポイントまでやりますので。オッケー。いやー、カエルの話気になるからな。できればなんかカエル一段落するまで今日動画撮りたいんだけど、もうね、かれこれもうめっちゃ撮ってるのでね、疲れてきた、お目目が。よいしょよいしょ、 OK。 よし、ナイス。お、600ギル、うまし。勇者のボーイはどっか行ったのかな。あ、ちょ、はい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 、痛い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 。どっちもハンマー持ってたよね。痛い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 。ファイヤー、はい。よし。あれ、片方持ってない、ハンマー、もしかして。あ、じゃあそのまま攻撃できるかな。あ、持ってないね。そのままいけるわ。ナイス。あ、あ、まだ出てくる。あ、そう、もう詰めかしら。そこまで体力高くないけど、攻撃が強いね。やばい、早くシェルターで回復をしたい。シェルターで。よし。あ、あ、なんかめっちゃ出てくる。なんで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 。はいはい。痛い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 。おお、痛いね。ファイヤー、こっちだね、ハンマー持ってる方。持ってない方を攻撃して。これなんかさ、なんだろう、ハンマー焼かれた時のなんかこの防御体勢、これちょっと可愛いんだけど。ナイス。ゲ、まだ出てくる。おー、連戦だー。フリーランサーやって、よしよし。え、ファイヤーをこっちで、よいしょ。これがかわいい。ヤンって、顔隠すの、ヤンって。よし。もうさすがに終
りでしょ。わーつら。なんこれ。リンチにあったわ。あ、こいつとも戦わなきゃダメ。あー、なに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 。よいしょ、倒す倒す倒す。なかなか回復ポイントないですね。そのままボス戦だったらちょっとやばいんですけど。あ、もう30分超えたけど、ごめんね、ちょっと今回動画が長くなるかも。カットできるところはね、カットしますんでね。あ、痛い。ちょ、マルタン。混乱してる。よし。回復しようか。ああ、やばいやばい、使いすぎた。よいしょよいしょよいしょ。はい、ミドルポーション。あ、やば、あ、落ちちゃった。あ、落ちたらまずかったんじゃ。いて、落ちてよかったのかしら。あ、でもアイテムある。あ、銀のイヤリング、おお、いいんじゃない。じゃあ装備装備装備。ん、 HP が上がるんだ。はあ、 HP めっちゃ上がるな、マール。やば。攻撃力24、命中、サーチスコープは欲しいな。欲しいな。ちょ、めっちゃ上げる HP。HP マックス4分の1アップ。あー。これつけてみるか。よし。あ、なかなかセーブポイントがないっすな。ちょ、霧のいいところで終わりたいんですけれど。え、ここは行った？あ、また出てきた。なんだよ。はい、ということで戻ってきました。ちょっと今度こそ落ちないけど。ちょ、あれ、これどうして。あ、なんかここまで来た。おシルバーピアス。シルバーピアス。MP 商品2分の1。あ、マジで？これいいね。あー、シルバーピアスに変えるか、どうせだったら。ね。MP 商品2分の1は大きい気がする。よし、じゃあちょっと、これに変えよう。早速変えるっていうね。あー、ちょっとなんか先に行けないんだけど。じゃあまたここに戻ってきちゃったよ。あ、そっか、ここ行けるのか。あ、わかったわかった、行き方。で、ミドルエーテルゲットして、で、あー、こいつと戦おうか。あー、鼻水がすごい出る。鼻水が風邪かな。よし、オッケー。で、ここだな。あー、まだ、あー、出てくる。あ、そうですか、敵ですか。そうそう、私セーブポイントと回復ポイントが欲しいんですけれども、どうにかなりませんかね。あ、ディンディン混乱。あー、やばいやばい。ディンディンやめて。ディンディン、覚えた。お、マジで。そっか、魔法でね。そっかそっか。あ、なんかいるな。こいつ戦わないとダメ。そんなことないよね。あー、よし。あ、ようやくここに来たー。よし、じゃあちょっとね、今回はここで終わりにしておこうと思います。いやー、もう
うすっかりね収録時間ねもう40分ぐらいになっちゃった申し訳なかったです。まあねカットしてね多少は短くなってると思いますが、まあね長くなってたら申し訳ないです。はい、ということで今回はここで終わりにしようと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。